んだろうこれ、もうずっと、ずっとほとんどないのよ、うん、でもズッキンズキンする。急に動いたからかな。え？急に動いたからかな。昨日。頭痛い。首が凝ってるとか。かな。首かな、原因。首痛い？うん。なんか頭めちゃめちゃ痛い。おはようございます。のんちゃん寝れた？ちゃんと。うん、寝れた。え？傷うつっちゃうと困るから。何傷つく？傷がうつっちゃうと困るから。何の傷？あ、それ気圧の変化のせいかな。頭痛い。気圧ってそんな変わったの？暑い？今わかんない。気圧の変化のせいってコメントがあったよ。うん、暑くなったり寒くなったりするからかな。あ、それ気温でしょ。気圧ね。なんかこのガロって人気持ち悪いな。お疲れっす、ジョゼフさん。なんか頭ガンガン痛いんだよね。いや俺頭痛生まれて初めてなんだよね。生まれて初めて頭痛になったわ。頭痛くなったことないから。めちゃめちゃ痛い。ズッキンズキンする。全身筋肉痛だし。冷やした方がいいかな。ん？冷やした方がいいかな。冷やした方がいいのかな。これって冷やしてみようかじゃあ。無呼吸はめちゃめちゃある。むしろ末期の無呼吸って言われてる。どっちがいいんだろう。冷やさない方がいいのかな。薬は飲みたくないなあんまり。じゃあ冷やしてみよう。うん、看病して。のんちゃんも看病して。ずっこけないでよ。気圧なの？みんな気圧って言うね。足雨か？すげえ、初めてだよこんな。脳みそ全体が痛い。なんか脳みそ全体っていうか、そう頭蓋骨が。みんな頭痛ってあります？バキバキできない。氷が。あ、そっか。入れすぎでしょこれ。あー力入んない俺筋肉痛で。じゃあ入れすぎじゃないやつ探してくる。あー俺筋肉痛で無理だわ氷を割るの。うん、あーそうそう、頭が膨らむような痛さ。そうそれ。これ少ないよ。うん、あ
頭が痛くて力む入れると頭痛いから無理。水でなんか水に濡らして取れないの。分かんないけど。こめかみっていうか全体だね。なんか全体を圧迫されてるような痛さ。なんだこれ。風呂入ると治るの？体を温めると治るの？今冷やそうとしてるんだけど、どう？取れた？もう取れない。貸して。ああ。どうも。氷水に入った方がいいの。どっちだろう。薬。上は薬は飲まない。俺は薬は飲まない。頭いった。めちゃめちゃ頭痛いな。痛い。とりあえずできることをやってこう。できることをやってこうぜ。できることを一つ一つやろう。自分ができることを一つ一つやってこう。気持ちいいなこれ。まこやんが正解？冷やしたらダメなの？冷やしたらダメ？体温めて血行を良くすんの？冷やして冷めてみたいな感じだね。冷めてって感じ。あ、余計痛くなってきた。じゃあ収縮せず。あ、やばいやばい。痛い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 。よ
あ、いた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 。収縮性術。あ、来た来た来た。あ、痛いよ。あー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 、やばい。ダメだ、冷やすのは失敗だよ。失敗だった。失敗だわ。はい、次。はい、次の民間療法行こう。次の民間療法、次の方どうぞ。あー、やべえ。はい、次。それはもうじゃああれだね、あったかいのやるしかないね。お風呂入るしか。もうそれ面白くない。手のツボ、手のツボでいこう。どこ押すの。はい、次手のツボいきます。はい、金玉を冷やせ。金、え、手のツボ、なんで、だって手やられてるさ。どこ、ここ、ちょっと待って、ちょっと待って、待って待って待って、カメラ切り替える。はい、手のツボいきます。なんていう飛行そこ、ここなんだっけ、ここ押してくださいって言われる、いつも先生に。何の先生、なんだっけ、整骨院。整骨院、ここに針打ってもらう。そこに針打つの。うん、親指と人差し指の間。あと天柱とか。天柱どこにあるの。親指と人差し指の間だってよ。なんか手どうしたのそれ。これ折れちゃった。あ、折れちゃったの、うん、小指のここの手のひらの方の小指のところが折れちゃった。折れちゃったの、うん、ほんとかわいいな。なんか中顔して、かわいい。あ、頭痛い。あ、中顔から頭が痛いよ。痛い。あ、頭が痛い。あた、あ、チンチンを冷やす。あ、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 頭痛い。動かない、安静が一番。あ、次の民間療法。はい、次の民間療法お願いします。次の方どうぞ。次の方、マジ頭痛い。腕揉んであげる。腕、マジ頭痛い。肩と首揉んで楽になった方がいい。肩と首、いや、ちょっと大丈夫じゃないですね、これは。なんか声が聞こえるもん。こないだからおかしかったもんね、首とか、うん、なんかさっき声聞こえたもん。ワトくんって、あなたはアキラの力に呼ば、アキラくんの力に呼ばれたのって。それ漫画見すぎ。呼ばれたよ、さっき。本当？てーん、誰だ、誰だ、アキラくんの力はみんながも、腕もんで、うん、そう、俺のこと今度からデコスケって呼んでいいよ、うん、デコスケって。肩と首を揉むの、のんちゃんお願いしてもいいですか。病人なんで僕。痛い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 
ちゃんが映っちゃう。マジ、頭マジ痛い。いやいや、お疲れっす。ドラゴンさんお疲れっす。頭痛い。あ、いいよ、これは効いてきたよ。この肩こりが原因じゃない、うん、これ、うん、あーこれ肩こりが原因かもしれない。凝ってる、うん、吐き気はないけど頭が痛い。まばたくしないよね、そういえば、うん、あんまりしないよね、うんうん、のんちゃん、芸能人の誰に似てるって言われるの？わかんない似てないぞ。羨ましいのか、童貞ども。あー首だな、この辺。あー、そこ首だわ。うん、いやマジでドラゴンさん行くの？マジで？昨日のサッカーの疲れ、お、次来た。民間療法、蒸しタオルを首元に当てると血行が良くなって少し楽になる。それだ、蒸しタオル。どうだい、ある？蒸しタオル。蒸しタオルってどうやって作るの？チンする。チンしたら爆発しない？うん、大丈夫のんちゃん、うん、あーでもね、首が痛いのは事実だから。なんかタオルないかな？小さいタオル、うん、ないかな。のんちゃんほんと美人だな。いい妖怪で、のんちゃんかわいい。みんな嫉妬してるんだよ、のんちゃんの美貌に。本当に妖怪なの、のんちゃん。のんちゃん妖怪、俺の彼女妖怪だったの。だからいい、妖怪で。じゃあ妖怪でいいか。熱湯を半分ぐらい浸してから絞る。タオルを絞って袋とかに入れてレンジ。のんちゃんをいじめないでください。僕の彼女いじめないでください。僕の可愛い彼女を。もう自宅ですよ。僕の可愛い彼女のことをいじめないでください。
のんちゃんスタイルもいいです、スタイルいいですよね、のんちゃん、うん、のんちゃん何カップ、E、ほら、E カップだよ。のんちゃん絞れるかね、顔かわいいでしょ。もうできたの、すげえな。わかんねえ、なんかのんちゃんが不可、のんちゃんに不可能なんかねえから。あ、マジで頭痛えなこれ。ろれつは回ってるでしょ、手のしびれはないね。片頭痛っていうのかな、来た、まだ暑いからダメだよ。え、ちょっとそれタオルじゃなくてそれ雑巾なんだけど。のんちゃん、のんちゃん、ちょっと待って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 、これは台所拭く雑巾だけど何やってんの。何大丈夫って。だってなんかさ、殺菌してさ、洗って干してやってやった。でも、いや洗ってってそれ、それ、まあいいか。ゴミ、雑巾をな、のんちゃん雑巾。雑巾なんだけどそれ。汚いじゃん。やだ。まあ分かったわ、じゃあ雑巾、蒸しタオルか、うん、ちょっと大丈夫、ちょっと汚くない色、うん、これ見せて、動かないで、熱いんだよ。ああ伝わりづらいな、ちょっとね、まあいいか。今度可愛いでしょ、うつ伏せになるの俺が、はい、で首を温めるんだって、のんちゃん、うん、じゃあ使ったら言って、肌のね28、あ、超気持ちいい、あ、超気持ちいい、あ、あ、あ、いいよ、あ、あ、いいよ、ほのんちゃん、うん、いいよ、あ、あ、気持ちいい、あ、あー、あったかいのいいね、うん、気持ちいい、あー、あー、痛い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 、頭痛くなってきた、急に痛い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 、ちょっと待って、まだ話して、あ、急に痛くなってきた、急に痛くなってきた、あー、あー、痛い、なんだろうこれ、もう一回、でもこれなんか効きそうな気がする。どういう風に痛い、ズキズキ痛い、チクチク、今ズキズキ、ズキズキ、うん、急に血管に血が流れた感じがした。あ、小泉京子に似てるって、わかるわ、うん、キョンキョンだ、うん、あ、小泉洋子だ、京子だ、歌って、小泉京子、ダーダスメモリー、フルコーラスでしょ。だってわかんないわ。何ならわかんの。わかんない。出会いは風の中、恋に落ちたあの日から、ごめん頭痛い。うん、
なんかあと他に民間療法ありますか？他になんかあるかな。まあでもタオルが一番いいけど、なんかタオルが良かったけど、なんかあるかな。頭痛薬飲みなよ。何頭痛薬って？のんちゃんがいつも飲んでるイブクイック。最強の。俺はもうダメかも。飲みなさい。薬効くかな。偏頭痛と普通の頭痛って何が違うの？一緒だよ。一緒？うん。うん。バファリン持ってる？うん。え、でも薬飲んだら怖いことになんない？なんない。大丈夫？うん。え、どうなるの薬飲むと？うん、頭が痛いのが治るの。安静にしててね、はい、うん、え、変にならない？喋れなくなったりとかない、うん、2錠2錠でやってる。はい、お水。待って、ちゃんと水飲まないと。え、偏頭痛は、偏頭痛と普通の頭痛が分かんないんだけど。大丈夫、偏頭痛で飲んでるから、のんちゃんそれ聞くから大丈夫。綾波レイみたいな女の子だ。いや、綾波レイでしょ、どっからどう見ても。綾波レイさんです。下から取らないで。上から取ってるぞ、うん、じゃ上から取るとカメラが逆光で被る。カメラ目線でお願いします。いやだよ、かわいい。綾波レイです。どうも、バカにしてるよ、のんちゃんのこと。してないでしょ、バカにしてないでしょ。マジ。治った。いや、何その顔。腹立つ。いや、本当に。本当に？何その顔、今の。そんなすぐに治るか。いや、マジで。本当？氷水が効いたんじゃない？かな、うん。いや、治ったよ。いや、治った。いや、冷たい水かな、原因。治ったわ、治った。じゃあご飯食べ行こうか、飲んだ、うん、何食べたい今日？そば。お腹空いちゃう。うん、ああ、あ、痛い、あ、痛い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 、あ、ぶり返した。やばい、痛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 い、ててあああああああ、さっき一瞬治っ、痛いよ。悪いから水に、いや、マジで痛い。半分以上飲んでください。コップ半分以上飲むの？うん、
半分ぐらい飲んでください。ドール全部飲まないで飲んじゃ飲みそう。ごめんね。何食べようかな。でも俺もハゲとかヨリメとか言われてるよ。妖怪ババア。ほんじゃん可愛いよ。いい。なんでおこなの？妖怪ババアって言うからみんな。うちののんちゃんを妖怪ババアって言わないでください。綾波レイです。ねえのんちゃん。ヘルメットをかぶったようになってたから、なんか全体的に痛い。その前も横も上も脳みそ全体がギューってなってるみたいな、ギューってなってるみたいな感じ。ギューってなってる。頭痛い。安静にして。首に力入れないように。首にリラックスってこと。そう、リラックス、リラックス。あ、本当は首に力入れないとリラックス。俺3時間後に死ぬの？マジで？俺死ぬの？首揉んでる自分で今。あ、なんだろう、なんか起きて頭痛いとかもう最悪。綾波のんって書いてあるよ。のんちゃんも小指が痛いんだよ。そうだな、ハードパンチャーだからな。のんちゃんが男の子だったらワンパンだったのに。50分くらいまでには効くか。あと10分。なんかこう脳みそ全体をギューってされてるような変な痛みなの。変な、動くと痛みが軽くなって肩こりが、滑舌がいつもよりいいからおかしい。滑舌いい？一番いいのはお風呂入ることなの？血行良くすることって結構いいらしいけど、うん、湯船浸かるか、うん、酸欠だったんだよきっと。多分酸欠だと思う。ちょっと今日の俺画面映りいいな。ジュノンボーイ感がすごい出てる。画面映りめっちゃいいな。湯船絶対ダメなの？じゃあゆっくりしてよ、さっと。ほら、無呼吸だからさ、酸欠になっちゃってんだよ、頭が。マジか。シャワー、ネット、頭浴びると。
タバコ吸ったら治る？それは拡張性頭痛。これのは何なの？緊張性？うん、頭痛は温めるといいんだ。ありがとう。じゃあ今からみんなのコメントでほっこりタイムです。僕のことを温めてください。10秒間時間をあげるので、僕のことをコメントで温めてください。あったかコメントタイムです。あったかいコメント読みます。あったかいコメント書いてください。ジャマイカストーブおでんよりめはまびきマグ、マグマ熱いよ。なんか熱量がすごいな、お前らの母乳、うん、あったかくないね、なんかベギラコン。ベギラコンは熱さじゃないじゃん、あれ先行形呪文だからそれを言うならメラゾーマだろ、うん、I love you 太陽ザ・センター湯船カゲロウドラゴラム。ドラゴラムは熱いね。ゆで卵はよくわかんないの。あ、こめかみんところ気持ちいいわ、うん、なんか凝ってる、こめかみが、こめかみが凝ってる。松岡修造、あ、一番あったかいコメントありがとうございます。はい、恩光さんのコメントが一番温かかったです、一番温かコメントは松岡修造さんでした。恩光さんおめでとうございます。一番熱いね、マグマより熱いかんね、うん、痛いよ。いや、ここ気持ちいい、ここ触ると。風呂つかれ、この状態人間に思い切ったアドバイスするな、すごい。え、首、いや、お風呂入るよ、この後。そう、多分ね、首肩と、あと無酸素が全部効いたんだと思う。あと、寄り目とか、いろいろ。寄り目。そう。鼻炎とか、なんかいろんなものが多分ね、今日来たんだと思う。あの、ほら、ハンターハンターとかでもあるじゃん。あの、特殊能力使うと次の日に大ダメージがあるみたいな。なんかあの技は使ったらダメだみたいなのあんじゃん、エンペラータイム、うん、ぬるいお風呂、ぬるめで入るわ。こめかみがすげえ気持ちいい。今日何食べる？昨日ピザ美味しかったね。昨日といえば昨日だけど、今日だけど。終わったね、のんちゃん。のんちゃん、太陽が昇ったり下がったりしたら、うん、朝とか昼とかの考え方やめて。はい。和道さんが起きたら朝。うん。わかる？うん。わかる。ぶっちゃいくのんちゃん。のんちゃん可愛いよ。うん、怖いって言ってる。お母さんが来て。お母さんじゃないもんね。お母さん、のんちゃん。のんちゃんお母さんなの？うん。のんちゃん、のんちゃんお母さんなの？うん。またちゃんのお母さん。俺のお母さんの。うん、のんちゃんお母さんでいいって、うん、ママになってあげる、うん、チューしないの？いや、チューはね、カメラ映ってないところでいっぱいしてるもんね。のんちゃんママになってあげる。いや、頭痛い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 、ゆっくりして。ママ、うん、
ママうん、ゆっくり動かないで、リラックスしてる、うん、病院嫌いなんだよね俺。あ、でもだいぶ楽になってきたな。どれが効いてきたんだろう。薬かな、うん、薬かな。のんちゃんの怪我見る、ゆうたさん。のんちゃん、じゃあお願いします。こんな感じですね。明日のゾウです。どうなってんのこれ。すごいな。明日手術でしょ、のんちゃん。いや、明日もう一回違う病院で見てもらって、その後手術、それで手術の日にちを決めるんだと思うよ、多分。おお、やばいよね。ガッチガチだよね。折れちゃう。うん、だから拳やばいことになってたもん。のんちゃん、のんちゃん、ここのここがさ、ずれてたから、ここ、うん、そうそう、ずれ、ぐちゃってずれてたもんね。うん、これくるぶしって言うんだよ。事件にはならないか、なったかなってないかで言ったら事件にはなったでしょ。あんなもん事件でしょ。だからあれでしょ、逮捕されるかどうかでしょ。されません。脳も心臓も事故発生するのはお風呂だっていうことを踏まえて、え、そうなの？え、お風呂入んない方がいい？テイツさん、マジで？え、脳も心臓も風呂でやられるらしいよ。いや、やめてやめて、やだ、そんな死に方やだやだ俺。そんな死に方やだ。氷水やだ。サウナはもっとダメ、もっとダメ。うん、クラックラになるよね。クラックラになっちゃう。今日はどうすればいいの俺。安静、うん、安静。プロダッツなのは俺飲んだのは何、バファリン、イブ、イブ、うん、安静で朝。医者は嫌いなんだよ、てつさん。いや、ていうかね、俺よくよく考えたらね、昨日ね30時間ぐらい雑談やってんだよね。これイブか。ちょっとイブの CM っぽいこと言って。イブの CM のアイドルだと思って、はい、好感度を上げてこう。イブクイックデラックス、胃に優しいのに早く聞く、ピンポーン。いい、今ドヤ顔はカメラにしないタレントさんになれないのじゃ。もう一回、はい、最後ドヤ顔ね、うん、行くよ、よりで入るから、はい、はい、イブクイックデラックス、胃に優しいのに早く聞く、ピンポーン。やだ、もうでかすぎでしょそれ。分かってないな、のんちゃんはまだ2点。ピンポーンってみんな言ってる。うん、うん、あれは、あの薬のやつとかってあれ言わなきゃいけないんだよ、ピンポーンとか。あ、そうなんだ、うん、うん、あ、大丈夫かな俺。優しさ 100% だよね。あ、でもあえてここで、うん、あら、あれ料理って言うんだっけ、うん、熱湯に使ってみていい俺。俺賭けに出る、もうこれすっきりするために。俺はこういう時熱い風呂に入るの。ダメだよ、プチって、プチって。いや、もうだからヒーフシェバシェーってあーガガガガガってなるけど、俺は賭けに出る、うん、行こう、長風呂入ろう。お湯出し、銭湯はいいや、自分の家の風呂入るから。いい感じにシャワーで湯船あれしといて。蓄膿症はないと思うけど。ああ、もう賭けに出よう。
もう怖くねえぞ、死ぬのなんか怖くねえかんな。のんちゃん普通に可愛いでしょ。のんちゃん普通に美人だと思うんだけど、すっぴんであれだよ、すっぴんであの美貌だよねえ、すっぴんで。普通に可愛いにズレがあるいや可愛いでしょのんちゃんねえ。のんちゃん可愛いよね。のんちゃんクラスで何位の女だったの？真ん中。ねえ、モテモテだったでしょ？うん。ほら。わかんない。最近メイクしないんだよね、のんちゃん。手抜き、手抜きになってしまった。あーなんかコンビニのパン食いてえな。あとコンビニのパンと、コンビニのパンとセブンイレブン弁当食いたいな俺。コンビニ飯にする、今日のんちゃん今日コンビニ飯にしようか。お前らさ、人の彼女のこと言ってるけどさ、自分の顔に自信あんの？そんなにねえ。のんちゃん E カップだよね。そんなにのんちゃんより可愛いの？お飯で俺出してるよね、いつもね、ほとんど。うん、俺が食わせてるんだよ、のりこ。ブローヒゲ、いや、気に入ってるけど変。気に入ってるけど、のんちゃん世界で一番俺のことかっこいいと思ってるでしょ。うん。ジョニー・デップよりかっこいいの？かっこいい。妻夫木聡君よりかっこいいの？うん、かっこいい。誰より？ジョージ・クルーニーよりかっこいい？うん、かっこいい。もっと上来て、うん、他に誰いる？クリスチャンのロナウドよりかっこいいの？うん、かっこいい。じゃあ2番目にかっこいいとか3番目にかっこいいと言ってこれ。和道が世界で一番かっこいいでしょ、うん、え、歴史上1でしょ、うん、うん、何誰がいる次、うん、うん、次よね、ミスチルの桜井さん。ミスチルの桜井さん、うん、どの時の桜井さん、うん、歌を歌ってる時で、次は、次はね、藤木直人ちょっと待って、あのさ、藤木直人とか桜井さんって俺顔の系と全然近くねえか。違う、全然近くない。藤木直人と桜井さんは系統まあわかるけど、俺は全然近くねえか。俺その系統じゃないよ。近くない、みんな。え、藤木の、藤木が好きなの？うん。なんか、他は？他？うん、あんまテレビ見ないかわかんないんだよね。でも顔の系統近くない？
なんか違うよね、俺だけ。桜井くんとか藤木くんはわかるけどさ、俺だけ系統違うでしょ。俺のどういうところが好きなのか教えてあげて。和道さんの顔がかっこいいところ。あの顔もそうだけど、うん、いろいろもうアピールして。たまにご飯作ってくれるところなんかそういうアホ、なんかたまにしか作んないみたいなのやめてほしいんだけど。じゃあ、うん、朝マック買ってきてくれるところ、いや朝マック以外も食べさせてるんだけどな。イタリアン、好感度下がるかんな。昨日だってちゃんと中華料理屋さん連れてったんだよ、のんちゃん気がしたから。うん、ね、のんちゃんが中華食べたいって言ったから。うん、何食べたのか言ってあげて。餃子とご飯。ちゃんとご飯は食べさせてますから。うん、じゃあお風呂入ってくるわ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう